あれん時も言われたけどさ、あれってなんだ、なんだっけ、つがいこがらしの時も言われたけどさ、カイトってあれ何、カイトって何なんだあれは。俺よくわかんないんだけどさ、なんかカイトのあれ合ってるよねってすげえコメントにたくさんあった、長尾はって。カイトってあれは何なんだ、ボーカロイドなの、ボーカロイド、ボーカロイドってん、うん、カイトもボーカロイドの、ちょっとわか、俺ちょっとその辺よくわかってねえんだよな。カイトもボーカロイドの、ボーカロイドの一人、ボーカロイドって初音ミクじゃないの、ボーカロイドって初音ミクじゃないの、初音ミク以外にもいるの、ボーカロイドって。ボーカロイドはいっぱいいるんだ、ミクの仲間は。あ、キャラクターがいっぱいいるのか。リンとかレンもね、聞いたことはあるけど、あれってそうか、普通の人間じゃないのか、リンとかレンって。 あれもボーカロイドなのか、ん、うん、あ、うん、おじいちゃんやばい、いや、おじいちゃん出てる、おじいちゃん出てる。いろいろいるってことなんね、世代というよりは。うん、日太、そうですね、世代、まあ、世代っていうよりはそうかもしれない、あんまり俺がよく分かってないっていう、てか普通に人がいるのかなって思ってた、カイトって人がいるのかなって思ってたけど、なんかでも、ん、なんか違うなこれはって最近気づきましたね。あー、んだ、ん、ちょっと待って、これちょっとあれだな、コメント欄じゃ無理っぽいな。元の声の人はいるんだ、コメント欄じゃ無理な気がするしてきた。この文化を学ぶにはチグピーかマヒピーが必要な気がする。同期が歌枠でボカロと人力と歌うの話って、 UTAU って何ですか。ちょっと新しいの出てきたんだけど。新しいポケモン出てきたんだけど。ちょっとちょっと待ってください。おいおい、ちょっと待って、なんだそれ、歌うってなんだ。